私は小池知事と政策を連携を図りながら、住みやすい東京、暮らしやすい板橋に向けて、さまざまな政策を実現してまいりました。板橋区内を走っている都営地下鉄三田線、混雑が激しくなってまいりました。皆様方からは何とかしてもらいたい、そういった要望がたくさん寄せられております。4年前に17万人もの署名が寄せられまして、大変な力となりました。以来私はさまざまな活動を通しまして、この三田線の混雑緩和を訴えてまいりました。今年3月13日には総合乗り入れをする鉄道関連の会社が協議が始まりまして、8両編成に向けた現実的な取り組みが開始されました。これによりまして辻町の8両編成化が実現することになりました。また昨年の高島平駅始発の7時52分発の電車が1本増発することになりました。これに伴いまして朝の混雑は大幅に緩和されております。今都議会公明党は小池都知事と政策的に協調しながら様々な課題に取り組んでおります。まず一つは私立高校の授業料の無償化、これも小池知事との協議によりまして実現したものでございます。4月からすでにこれが実施されております。さらに学校のトイレの洋式化、これから3年間で一挙に 80% まで東京全体の小中高の洋式化を実現することになりました。また災害時に道路を塞ぐことのないように電線類の地中化、これも大幅に前進をさせることになりました。このように命を守る政策、皆様方の暮らしを守る政策、小池知事と連携を取りながら全力で取り組んでおります。また板橋区内におきましては産前産後、そうした悩みを抱えるお母さんたちのためにネウバラというこの仕組みを作りまして、安心して出産産後ができるように、そのような取り組みをさせていただいております。板橋は幸いに大きな病院が、総合病院が6つもあり、そして開業医も多いというのが板橋の一つの特徴でもあります。従いまして私たち公明党はこの医療資源を有効に活用し、入院、退院、そして転院、こうしたことがスムーズにいくような仕組みを板橋でも構築してまいりました。そして医療相談員の方の充実、連携体制の充実、これによりまして板橋は医療で先進的な取り組みを模範として示していく、そうした取り組みをやってまいりましたし、これからも推進してまいりたいと思っております。